皆さん、こんにちは。こんにちは。B レジェンド上野です。で、あなたは？はい。リアルスタイルフィットネストレーナーの辻元です。辻元トレーナーに今日は、はい、お越しいただいております。で、辻元トレーナーは、はい。何の競技をされてるんでしたっけ？JBBF のフィジークの大会とベストボディが一番多いですね、うん、今まで出た大会では。はい、その入賞歴でいうとどんな感じ？入賞歴は、2015年に初めて、名古屋大会ミドルクラスで3位で、翌年16年、うん、名古屋大会3位。続きますね、はい、で17年が、はい、奈良大会、地元奈良で、はい、グランプリをいただきまして、去年も奈良大会グランプリ。すごい、はい、17年が奈良初開催です。奈良初開催、奈良だと今敵なしですね。敵はいっぱいいますけど、たまたま、まあ、はい、すごいですね。だそれ聞くとかなりもうそうそうたるもう、もう、もう入賞歴を引っ提げてこの YouTube に登場っていうことですが、そんなに上げられる。いや、もうそうです、はい、でやっぱりちょっと、まあ、私自身もその辻元トレーナーに日々実はお気づきじゃないと思うんですけど、すごい憧れてるんですよ。そう、かっこいいなと思って。かっこいいから 前なんかちょっとあんまり、はい、合わへんって言ってたことある。合わへんって言ってる。何の話それは。どこ、何忘年会なんか会社の中の話。そんなくだりはいいんですよ。はい、はい、まあ、やっぱり何かっていうと、はい、きっちりこう減量されて仕上げて大会に臨まれるじゃないですか、はいはいはい、毎回。だからその辺の仕上がりというか減量についていろいろ教わりたいなと思って、今日は、カメラを回させてもらってる次第なんですけど、はい、どうなんですかね、結構このチャンネルも、はい、もう時期的な問題ですよね。今減量始めたての人めちゃめちゃいると思うんですよ。そうです、ね、だからそういう人に向けての話だったり、はいはいはい、あとちょっと、まあ、減量は今までこうやってきたんだけど、うん、もう一つ上の段階で絞りたいなっていう人に向けてのなんかアドバイスみたいなのを、まあ、それぞれいただけたらかなと思うんですが、はいはいはい、まずこれから減量したい人、はい、もうちょっと今年の夏こそは、うんうん、もう板チョコのようなカレールーのような腹筋を見せてこうビーチに行きたいという淡い期待を込めている方にこうどういうところから意識して取り掛かればいいのかな。結構難しいですけどね、減量、まあ、広いですよね、うん、そもそもまあ自分がやってる減量方法というか方法も絶対正しいわけじゃないですし、はいはい、こう人によってはこう合う合わないって絶対出てくると思うんですよ。で、うん、僕もこう4年やってきてるんですけど、これがほんまにみたいなのをまだこう感じてない。まあ、年々にこういい感じで、はいはい、去年より、まあ、今年の方がとかっていう仕上がりにはなってきてるんで、まあ、ちょっとずつはいい感じになってると思うんですけど、まだそれでもこうなんていうんですかね、これだっていうのはなかなかまだつかめないかな。模索中。ただ、なんだろう。まずは、今の状態が、まあ、どんな感じか、まず、知るというか、うん。なるほど。そうですよね。そうですね。そこから、まず、うん、そうか。まず、スタートですか。まあ、確かに、こう、スタート地点が、そうですね。ゴール地点から、1キロ離れてるのか、10キロ離れてるのか、みたいなところの把握は、はい、もう、一番大事かもしれないですね。そこの距離っていうのが、出てきてる。夏までって考えたら、4月、5月、6月、7月、まあ、4ヶ月、あるんで、うん、まあ、その段階で、無理なくいけるには本当に板チョコまでいけるのかどうか。なるほど。その感覚で言うと、はい、月何キロくらいまでの幅、減量幅ならいけるかいけないかみたいなところってどうですか？でもやっぱり減量ってまあ、ダイエットって言っても女子脂肪なんで、まあ、脂肪、無駄な脂肪を落とすっていう前提だから、そうそう脂肪だけってやっぱりね、まあ、一気にね、5キロ、1ヶ月5キロ、6キロって落ちないので、うん、まあ、やっぱり2、3キロぐらいの目標設定がまだどうだとこじゃないかな。まあ、その脂肪だけ。はいはい。はい、
とは思いますけど、はい、月に3キロね、うん、月に3キロぐらい、まあ、確かにそれくらいの方がこう、まあ、トレーニングの強度も落ちないし、そうですね、だからそこは結構死守しなきゃいけないっていう考え方もありますよね、うんうんうん、トレーニングがちょっとできないぐらいにこうエネルギーセーブしちゃうのはう、ね、みたいなところも、ね、うん、ありますよね、はい、でこうまあ大体そのスタートからゴールが決まりました、はい、で、月はどれくらいでこう、うん、痩せていけば、はい、脂肪を削いでいけば、はい、っていうのも見えてきました、はい、そこの次で始めることでいうと、はい、何から始めましょうか。まあ めっちゃ基本的なとこだったら、だから消費カロリーと摂取カロリーが、まあ、どうであるかっていうところですか。だから、うん、今どれくらい運動されてるかというか、あ、なるほど、というところと、まあ、今どれぐらい食べてるかっていうので、うん、今の体重がなってるかっていうのを、うん、まあ把握して、うん、ですよね。いやですよね。いやいや、お伺いを立てられても困るんですよ。で、まあ、あ、なるほど、うん、じゃあ結構あれですか、カロリー計算はざっくりなのかしっかりなのかですけど、うん、割とそこはやる方です。そうですね、ある程度はやっぱりあの持っとかないといけないですかね、うん、そのこれぐらいのカロリー数というか、まあ、カロリーがあってというか、まあ、PFC の栄養素のバランスがあってカロリーがあるんですけど、うん、まあ、それはある程度ね、あ、うん、まあ、そうですね、うん、なんかその辺を感覚でやるっていうのもなくはないと思うんですけど、うんうんうん、特に減量初心者の方でノウハウがない場合は、その辺からその辺は最初はちょっとこまめに気にしていった方がいいかもしれませんね、うんうん、なんかそのレコーディングダイエットじゃないですけど、 そうですね、そうやって把握しだすだけで落ちていくことも結構ありますよね。そうですね、初心者だったら、だから無駄なあのカロリーを取ってないかとか、そういうところからですかね。ああ、なるほど、うん、そうか、その食事のまあ見直しみたいなとか、はい、あ、なるほど。じゃああとなんですけど、はい、有酸素運動とか入れます？有酸素はね、僕の場合はやっぱり しますね、ちょこちょこは。そうですか。タイミングで言うとどういう、ちょっと朝歩いて出勤したりとか。ああ、なるほど。なんかそんなにこう強度を、うん、母いうような強度ではやらないですし、うん、体調めっちゃしんどいのに歩いていくとかそこまではしないですけど、うん、入れるタイミングで言うと割と序盤から入れるのか、体重の減りが停滞してきた時に入れるのか。ああ、最初の方に入れる方タイプですかね。あ、そうですか。はい、僕はもうできるだけ、うん、あの早めにしときたい。なるほど。そうか。早めにしといて、後半はまあ調整するというか、あんまりしんどいことしたくないんでっていう風に去年はやりました。ああ、そうですか。はい。それでどうでしたか？あのね、落ち着いた。ああ、そうですか。なんで、まあ、やっぱあんまり入れなくてもいいのかなと思ったり。ああ、なるほどね。最近はあのインターバルトレーニング。はいはい。はい。お、ちょこちょこします。あ、そうですか。タバタのような。そうですね、ヒートヒート、はい、ヒートのような。へえ、ありますね。そうですね、うん、え、何でやってんの？チャリかなんかですか？いや、もうね、あのめっちゃ原始的なバービージャンプ。あ、もう、あ、なるほど。どうですか、いい感じですか？あれ、そうですね、僕の場合それやり始めるとこうスイッチがこう、あ、入るというか、別にまあ、なんていうんですかね、なるほどね、乗ってくるというか、乗ってくるそのよしっていう風な感じにはなりますかね、やり始めて。で、記録していって、お、結構やってるじゃんみたいな。ああ、なるほど。それをモチベーションにするというのも一つ。あ、なるほどね。で、やっぱりやっていく中で体重、まあ、脂肪のその、はいはい、まあ、減りの停滞って多分どっかで来るのかなと、まあ、感覚、私の感覚ではどっかで来てるんですけど、はい、その辺をこう打破する時はどうしてます？耐える、なんか入れる。あ、停滞してる時はまあ耐えて、サプリメントやっぱりちょっと取ることもあるかな。ちなみにちょっと代謝下がってるなとかだったら、はい、まあ、カルニチン系のなんていうんですかとか、まあ、うちで言うとファイヤーとか、ファイヤーとか、まあ、入れたりしてお願いしますっていう。ああ、なるほどね。だったりとか、まあその PFC のバランスで食事、まあ、だから炭水化物ちょっと多めに入れてみたりとか、うん、そういうのはしますけど、なんかこれっていうのはね、正直ないんですよね。そうですか。これを絶対するっていうのは、うーん、はあ、
でも今のも結構いいヒントになりますよね、うん、そのサプリメント、うん、ダイエット系のサプリメントをどこで使うか、うんうん、初っ端から入れるのではなくてそういう停滞の時に一つこうカードとして切るっていうような使い方が賢明なのかなっていうのが今の話からちょっと伺えるかなと思います、うんうんうんはい、今年はもう減量してるんですか。そうですね、ちょっとずつ、まあ、調整レベルですけど、はい、今回、今年は大会いつですか。私ね、5月の大阪オープンのフィジークに出ようかな。あ、出るんですね。ちょっとこれ、ま、いやこれだってこれだあのこれ言いましたね。いや言っちゃいましたね。5月の大阪L 大阪という会場であります。はい、あの B レジェンドもあのブース出しますんで。で、辻元トレーナーが入賞した暁にはうちのブースでも撮影会しますんで。はい、ぜひぜひ、はい、あのお越しいただければと思います。5月に向けてあと何キロくらい落とす感じですか。いや、もう、2キロぐらいですか。そうか、もうじゃあめっちゃやっぱ僕、細いんですよ。その他のフィジーク選手と比べて、やっぱり軽くが少ないんで、去年で出たんですよ。はいはい、去年で、その最後、まあ、決勝までは残れへんかったんで、うん、まあ、そこはクリアしたいなと思いつつ、うん、今年は、まあ、ある程度まで下げて、で、こう上がってくるところで出ようかなみたいな。ああ、なるほど。こう早めに仕上げて食べ込んで、ね、食べ込んでいってもあまあそれはね、めっちゃ仕上がった状態がベストなんですけど、まあ、ある程度、まあ、甘さというか、うん、あってもそれぐらい出ようかなって。あ、ちょっと体重ある程度乗せて、うん、去年よりは3キロぐらいこうプラスで乗ったらいいんじゃないかな。あ、なるほどね。持ってるんですけど、なんか羨ましいテクニックというか、なんか私とかなんかはあ、もう1週間しかないあとこんだけ落とさなきゃいけないのみたいな感じだから、本当はね、1月前くらいにあの仕上げて、そこから食べ、なんかそうすると質感も良くなるみたいな話も聞きますよね。なんか、ね、だから僕の場合はもともとのその筋量が少ないんで、まあ、そこで戦うには今やったらどうしたらいいかって、筋肉って一気に増えないんで、まあ、そういうちょっと見せ方でいけばどうかなっていう。いや、めちゃめちゃためになる、参考になる。いやいや、それをちょっと私もじゃあ今年は一月早く仕上げて仕上げることを頑張ってみようかな。まあ、あの、はい、うちの辻元こんな感じなんで、はい、あの大阪オープン出る皆さんは、ね、はい、はい、出てなかったらすいません。いや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 っていう感じで、じゃあちょっともうそろそろ、はい、お時間というか、はい、かなりこう、かなりこう、多分ためになる話ができたかなと思いますので、ちょっと辻元トレーナーとの動画は今後またどんどん、はい、撮らせてください。私にいろいろ教えてください。いえいえ、こちらこそ。何言ってんですか。ほら、もう社内だから気持ち悪いですよ、この感じが。はい、よろしくお願いします。はい、というわけで今日は以上となります。もしね、この動画が良かったなと思ったら、はい、グッドボタン、あとチャンネル登録もお願いいたします。で、辻元トレーナーだったり私に対して の, その質問なんかも下のコメント欄こうやってやるらしいですよ。お願いします。そうで、いただけたらと思います、はい、というわけで今日は以上となります。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。